ちゃんていた。誰に言っても、あれの時のってなんないドラマなんだよ。私もわからない。思い香りが出る。小学生の子は、給食の…給食のおばちゃんって言われてます。給食のおばちゃんって言われてます。結構なかなか、ハードヒーターでしょ。そうです。その、インドアイさっきさ、俺らの前のことだったのよ。はいはい、今、嫁さんでやっていた時に、あの子をやってたの。結構フォアハンド打ってたよ、ガツンと。夏美さん、そんなハーブヒッターのイメージないですか？本当たまたまだったのかな、その時に。すごい。ギターを、結構、もう前傾が深いんだけど、そのまま打つ感じ。あのままで打つ感じだったの、前傾のままで。なんかすごいシコシコ、バックで繋いでる。最近なんかさ、前傾あんまりするなっていうよね。体重がまっすぐにしろっていう入りじゃない。結構昔っぽい打ち方だよ。前傾深めで。しながら動かしてね。理工の子も右に行くし、あと佐藤よしよしも右に行くから、右のは結構。あれ、ふんたさん右行くの？左。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 嘘ついた。え、ふんたさんどう、なんか私は何ブロックですかって聞きたかったんだけど、それ知らなかった。いい。右って。左だよ、こちら。一番左だから。なんだこれ、ご情報です。ひでえやつ。どうも覚えてない。一番嫌いだな。一死ぬわけだったから。一回戦なし。一上がりに一回戦アウトがある。田野さん結構うまいんだよ、でも。ソロカーで。俺、スタッフなんか見たことないけど。前に来ない。ボレーがダメって奥さんに。女子
一番左に大丈夫。青山さんって神奈川の方に来てない？なんで結構ここまで遠いんじゃないかなと思って。ああ、でもね、なんか1本で池袋まで出られるんで。今結構乗り入れがあるからね。東小杉やばいっす。創設線通るし。入れたい方だよ。ちょっとは家変わってない。まだあれ武蔵小杉ってここにあのタワーマンションが水に浸かって大変だったところ、あそこまでも駅さ、大渋滞なんちゃう朝、すごいっすね。通勤の時にもう人が溢れるんだって。マンションがたきつい。だから人口と駅のね数が合ってない。駅2階建てとかに来ないと多分入れない。いや、本当に。あらら、サーブが。あ、さっき見ました。佐藤さんご夫婦が立ち上がったらすぐ当たる。当たる。あネチネチだね。ネチネチ。チカなんだけど。奥さん、帰ってくる。チカ多分宮下さんとかのかな。前やった人。あの、サーストロンでしょ。前の今年のさ、全国レディースの埼玉の監督やったんだよね。で、宮下さんのくじをすげえ右引いて、一番頑張ったくじだなって。確かに、去年と比べると。ゆうこなんですけど、あの、なんか教えられないから監督だけど、このテニスの方の指導はできないけど、くじ頑張ったんです。大事。もう右がスカスカで、左にみんな。東京組がね、小鳥さんは反響は小鳥さんこれ飾ってこないでしょ。何見たことじゃない。ちょっと昼間あるのかどうかじゃない。あまりの多分ちょっと来て、グーって言って絶対来ると思うよ。これやろ。別に来てもいいんだけど、小さいけど。でも止まっていくわけじゃないからいいんだろうけど。これ何しようって言われたら。で、これ反響あるの？どういうことができるの？試合以外、ちょっと見に行った？私、2日間ブースに立ってたので、見に行けた？見にも行きました。ペアのすごいねっていう話ばっかり。そりゃそうだよね。あれ3はねえだろうみたいな。だって全部の来た中で一番上手いんだろうっていう。で、そう、あの中で全員のチームの中の1も入れて1番じゃねえよっていうのが、それは東京すげえわなと。丸山さんたちも全然接ってないね、一回も。ね、もう2、3でもう全部、ね、勝っちゃって。で、佐藤さんが最初にゆりちゃんに負けたわけから、初戦から。今、大丈夫だよ。ゆうこの、ゆうこさんの、今、結婚して、ピーターに勝った。この間の企画の団体は、あの2人を招集してたんですよ。やっぱり負けるから。ゆうこと、りさん対、あきさんと、さきちゃんで試合やらせてみたいね。じゃあ、裸で。今、なお子いるからね。なお子、姉妹でもよかった。福ちゃんと、福ちゃんと咲ちゃん対、直子優子のペアが、いちいちで回ってくるのが一番面白いなって言ってたの。やりたかったですね。多分、
ゆうことゆうことイサがいいなおちゃんとイサ組んで小鳥さんとさきちゃんでさきちゃんに負けるから。あ多分福ちゃんと翔ちゃんが出て、まあ、勝って1位になるのかな。でも2-0で終わっちゃうのかなっていう。あきちゃんも結構やるからっていう。あきちゃんとなおかが組んで、あきちゃんさ、なおかも大会の終わりであきちゃんは自分と同じ子やるまで言うからね。無理無理せずに。ボレーは結構できるかな、キャッチも。ストロークはちょっとね。会社の女の子で、そのラインと。リサちゃんと同じ A チームに行った、あと別れた女の子って。渋谷区の試合で、フランスだから、近くの練習で、もしメンバーが女子の子じゃない子を、ここで試合でできるって体験があったら。2月の方ちょっとね、抽選メモしたけど、ちょっと整理をしてなかった。2月ね。じゃあ2月の練習管理に、ぜひね。どうしたら、かのさんでも、お走りますか？ぜひ。かのこさん。うまいんだったらね。かのこさんと全然一緒にやれると。ね。すごいうまいの。かのちゃん。多分2月ってね、試合ないんだよ、多分。うん、みんな、うん。あの、チャンピオンシップ以外はないから。16はね、ちゃんとしてるな。枠が一人しかなかったら。いやいやいや、まだ別にあの、そこそこ。さきちゃんっていうんです。渋谷店で働いてるんで、多分島村さんもよく一緒に練習してる。そこで日曜日取らなきゃいけないでしょ、休みを。だから早めに飲むんだよね。シフトが何日に出してます？渋谷店は早いから。めっちゃスピード。じゃあ。15日ぐらいで出してるじゃないですか。前月の15日。じゃあ、ちょっと見とくよ。タイミングを送る。こっちは見とくやつですね。日曜日に決まるコースを4時間あるんですね。そしたら、例えば4時間2面だと、あれ、2面、まあ、1面1面だと、そしたらもうその日は女子をメインの練習がするから、女子用の断忍してもいい。そしたら俺らはミックスだけをやって、そうそういう風にすれば、じゃ寒いじゃん。で、2面の時間帯、1面時間帯だと8人で、ここは1面時間でちょっとこうやって、次はもう休みなしよっていう間みたいなね、うん。まあそっちの方がいいんだけどね、本当はね。ジョダグもダンダグもミックスも難しいできて、がいいんだけど。あれみたいな、最初ちょっと1面で、後半2面の方が見やすいなってね、感じだ。じゃあちょっと整理します。年賀状やんなきゃいけないと思ってさ。あれあと何日もう思いもう1日好きなんだよ。昨日リュウマとワンコの写真、ワンコの写真を昨日、なんかね、目がちょっと気づいちゃって、なんか擦るんだよ、結構こう。あ、そうかよ。硬いところになんかしてもらって、眼科行って、なんかちょっとこう左目がね、こう目がもう半分ぐらい開かなかったんですよ。なんか目薬3種類、ちょっと開いてきたから、昨日写真撮ろうと思った時、なんか買い物とか行ったりしたら、なんかもう、ダメいいやつ。明日だろ。置物の写真撮る。置物の写真撮らなきゃいけないから。やっぱり。そう、リュウマは夏に撮った写真を使ってから、
は30万ぐらいかな。で一応リューマーが北分で買ってた5万円で、今いつも100万円ぐらいでだん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 もう減らしてきてるんですよ。最初75万円買ってるんだけど、まあ、単なるコンビニで買ってもいいけど、もうなんかその昔の職場のインターン社長の人でも二度と会わないからだん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 こう来ていきつつある。向こうからね、もうこれ最後にしましょうっていう決めた人がいるの。で若い時ってもう結構年取ってきて、でもだん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 あのね、結構その人が75過ぎてたら会うというイメージ。まあ逆にするとまだお元気なのかなっていう分かるね、この知らずはね、年1回のご挨拶でまだね、来なくなったら死んじゃったのかなっていう、分かんないけどね。あとはもう逆に近いところだとメールでね、だから年賀状を撮ったやつを写真撮ってそれを LINE で送ってもう結構やってる。逆にむしろいつも会ってない人に年賀状してるみたいな、会う人はしてない。で職場はもうとりあえずもうなしにしましょうっていう方針してるんで、もうそんな感じしか許すべき。でも年末あってすぐ年始会うから、だから逆に今年賀状って会わない人、昔一緒でなんか移動って違う工場に行ったとか、そんな感じかな。会わない人と年賀状を交換してる感じ。奥さんの方が旗さんが見てるからうまくいかないって思ったら聞いてさっき言うわけしてるし、あ、そうそう、だからたまたま飛んでるから1ゲームね、今も見てる、ブレイクついた、見ないってこう緊張してダメになっちゃうタイプでさ、見てて、あ、みんな見てるからよし、ちょっと奮発して頑張るっていう人分かれるよね。そうです、うん、さっきこう試合になると丁寧になりすぎちゃって、あの、あれそれ優しく打っちゃったなっていう人もいるじゃん。いつバンバン練習会で打つのにさ、試合なくて足にくれって人もいるし、まあ、逆にちょっと試合になって気負っちゃってやりすぎちゃうのもあって、まあだったら思いっきり気にしてた方がいいかなっていう気もするけど、ただ返してるだけでね、相手にやられちゃったら後悔する気がする。狙ってみるのと何だか返してみるのかな。この栄養士さんも知り合いないんですか。シングルスやりたいから、やばい、グッズってシングル練習って感じで、その時に同じチームに一回戦ったんですよ。あ、そんなチームだったの。初めましてね。まあそういうのも団体でいい、面白いこともあるよね。誰か招集してちょっと初めましての人が2人いるかなとかっていうのもね。
ボランティアの時どうする？